病弱の幻想。谷崎潤一郎。彼は病気で床についてうなって寝ていた。たださえ彼は育児なしの古来症のない涙もろい人間なのだ。10年前に取り憑かれた神経衰弱が未だに少しも治癒しないで、年が年中、蜘蛛の巣のような些細なことに怯え、 憂え、震えている人間なのだ。それが、運悪くこの4日ばかり、歯を患って、すっかり元気をしょげさせて、ことによったら、死にはしないかと安ぜられた。直接歯のために死なないまでも、死銀の炎症から来る残虐な、悪辣な、えぐられるような苦痛のために、精神というものがめちゃくちゃに書き壊されて、気が狂って死ぬかもしれなかった。 彼は自分の肉体が人並み外れて肥満していて心臓の力の弱っていることを普段から非常に気にかけていた。それでわずかな熱でも出ると神経を病み始めてまず自分から大病人になってしまった。死銀膜炎でそんなに熱の出るはずはないと思います。何度ぐらい終わりになるか測ってご覧になりましたか と、歯医者は不審そうに言った。いや、測ってはみませんけれど、確かに少しあるんです。ご存知の通り、僕は太っているもんですから、熱には馬鹿に弱くって。あったところが、多分6部か7部です。測ってご覧になる方がかえってご安心ですよ。こう言われても、彼は決して測ってみようとはしなかった。 測ってみて、もしも8度か8度以上もあったら大変だと思った。そうして実際、そのくらい熱があるかもしれなかった。何でも下顎の右の一番奥の虫歯がボロボロに腐食して、歯茎の周囲に絶え間なくダクダクと毒地を叩いて、海、うずき、燃えただれて、そのために顔の半面が四重角。 カッとほてりついているのであった。最初は確かにその虫歯が痛むのだとわかっていたが、ついには片側残らずの歯が、上あごのも下あごのも、一本一本細かく厳しくキリキリと軋んで、どれが痛みの親玉なのか、一向にわからなくなってしまった。その痛さに朝から晩まで苛まれつつ、じっと辛抱していることが、 人間として耐え得る苦しみの最上のものであるらしかった。ここまで来れば、どんなに精神のしっかりした脳髄の透明な人間でも、多少は頭の機能が乱れて、バカか気違いに近いような、朦朧とした、めちゃくちゃな状態になりかかるだろうと彼は思った。現に彼は、あまりの痛さに神経が妙になって、痛いのだか、痛くないのだか、 わからない感じがしてきた。彼は熱に浮かされて、もやもやと霧の中に囲まれたような夢心地に置かされながら、いろいろなことを考え始めた。人間が痛みというものをはっきりと感じ得る場合は、それほど痛みが深刻でない時なのだ。痛みが一層更新してくると、もう一通りの痛みというものとは全く違った。 一種異様な感覚を生ずる。彼はそう考えながら今の自分の苦痛を味わっていた。四五日前までは例の虫歯の芯の方が明らかに霧のようなもので無慈悲にグイグイと疲れるのに似た痛さであったが、だんだん口の中で痛みの領土が拡大しだして、今まで安穏に平和を楽しんでいた。 隣の九死に響き始め、それから上顎の剣士がいつの間にやら共鳴を試み、最後に片側の全部の歯の列が一面にバイブレーションを起こして、ちょうどピアノの鍵盤の上を乱暴な手がかき回したごとく、どれもこれもことごとくピンピンボンボンと創造しく愛応じた。そうして非常に雑多なたくさんの音響が、 一度に室内に充満すると、一つ一つの声というものはまるきり聞こえなくなって、極度の創造しさが、極度の静かさと一致してしまうように、極度の苦痛も、また、極度の安楽と一致するかのごとくであった。例えてみれば、上下の顎骨の歯の根から無数の常温が、けんけんご々と群がり生じ、一つの大きな、 総合されたうなりを発して、クワーンクワーンというように、航空内の恐竜へ反響し続けているのであった。それはちょうど、恐ろしく野蛮な力でグワーンと方たを殴られた後などに、長く長く残っている痺れた感覚に似通っていた。そうして、いちいちの歯の痛み具合をよく注意して感じてみると、痛むというよりは、 ビリッ、ビリ,リリリッと振動しているように思われた。そうだ。痛みが極度に達すると、むしろ音響に近くなるのだ。あたかも空中で音波の生ずるように、歯茎の知覚神経が一種のバイブレーションを起こすのだ。と、彼は腹の中でつぶやいた。その凄まじいバイブレーションのために、 口の中の空洞が全く馬鹿になって、神経も何もつんぼにさせられて、今ではそれほどに痛くもなくなっている。なんだ、俺はさっきまで大変苦しがっていたが、落ち着いて考えると苦しくもなんともないじゃないか、と言いたいような心地もする。平成、非常に死を恐れている人間が、いよいよ病気で死ぬ時に臨むと、 案外安心してしまうように、神経というものもあまり強烈な刺激を受けると相当な諦めを生じて都合よく外界に順応し、苦痛を苦痛と感じさせない調節作用を行うのであろう。少なくとも彼は、今や自分の神経が自分の意志の欲するままに鈍くも鋭くも自由に変化することを発見した。 痛くないぞ。痛くも何ともないぞ。こう命令すると即座に神経はぴたりと働きを止めて、あれほどの痛みがまるきり感じなくなってしまう。反対にまた口の中の任意の点へ神経を凝集すると、すぐにその部分が痛み出す。彼は己の注文通りにどれでも好きな歯を選んで、一本一本随意に、 随時に痛み出させることができた。彼は図に乗って子供がピアノをいたずらするように神経の手をあっちこっちの熾烈の上へ駆使しながらいろいろの方面を痛ませてみた。ある特別の一本だけを痛ませることもできるし、二本でも三本でも一緒に一度にビリッ、ビリリリッと痛ませることもできた。こうなると、 実際ピアノと同じことだ。いちいちの歯があたかもピアノの剣のように思われるから不思議じゃないか。なんだか彼は、おのおのの歯の痛み方の程度に応じて、音階を想像することさえできそうであった。一番前の方の一番痛みの少ないやつを仮にドとすれば、その次にやや痛いやつをレとする。それよりもまた、 やや痛いのを、み、とする。かくて、立派に七つの音階が出来上がると、今度は、汽笛一星でも、春乱漫でも、佐野さ節でも、ラッパ節でも、好きな歌をそうすることが出来そうな気持ちになった。うん、そうだ。確かに、音階を想像し得る。それにつけても、俺はよっぽど熱があるのに違いない。 熱に浮かされてぼんやりしているから、こんな奇妙な考えが起こるのだ。同時に彼は、また、ひとしきり耳がガンガンとなって、体中の血が頭の方へ鬱陶しく上等してくるのを覚えた。彼は目をつぶって、極部に氷能を当てたまま、深い暗いところへ、コンコンと落ちていくような心地がした。折々、 大波に揺り上げられ、揺り下ろされているようでもあった。しかし、未だに失神してはいないと見えて、まもなく再び様々な盲年が、脳髄の中で宇治の枠がごとく、うようよとうごめき出した。彼の王がしている病室の外には、割合に広い庭園があって、9月の上旬の初秋とは言いながら、真夏と少しも変わりのない、 格々とした日光が毎日毎日ムシムシと生きれていた。南に面した花壇には、オンや不要や紅白の萩がそろそろ花を持ちかけて、繁茂した枝葉をぼうぼうとはびこらせ、炎でかかった糸すすきやしぼみかかった卑怯やおミないしが、驚に乱れた髪の毛のように打ちけぶっていた。百日草、オイラン草、 カンナ、エゾギクなどの散々と咲き誇っている今一つの花壇の縁には小さい愛らしい松葉ボタンの花びらがビロード色の千日坊主と頭を揃えて塩紙を刻んだように綺麗に居並び二三尺の高さに伸びたハゲートウとダリアの間から真っ赤な心臓のような高色器の大輪が列日の中にくるくると燃えていた あなたまた、交渉器が一つ散ったわ。あの花は本当に寿命が短いのね。一日咲くと、色も何にも覚めないのに、ぽたりと地面へ落ちてしまうのね。彼の妻が、氷能の氷を取り替えてやりながら、彼に言った。うん。と、さも大義らしく答えたきり、彼は、 庭の方を見向きもしないで、相変わらず歯を押さえたまま、静かに悲しげに欧がしていた。けれども、あの生々しい真っ赤な花が、きれいに咲きほころびたまま、風もないのに突然地面へ転げ落ちる様子を思うと、なんだか、それが忌まわしいことの知らせのように感じられた。今の今まで、盛んに血を吸って膨れている自分の心臓が、 もしかするとあんな風に、いきなりぼたりと崩壊する前兆ではあるまいか。でもまあ、ひまわりがよく咲いたこと。ちょいとあなた、ちょいとこっちを向いて庭をご覧なさいよ。妻は再びこう言って慰めようとしたけれど、今度は彼は見向きもしないで、ただ苦しそうなため息をついた。 自分がこんなにうなっているのに、のんきなことを喋っている妻の態度が、鼻だしく尺に触ったが、わざわざそれを叱りつけるだけの元気も出なかった。痛くない方の片側を枕につけて、唇を半分ばかりあーんと開いて、床の間の掛け軸を見つめたまま倒れている彼は、この時、舌の先をおもむろに、赤絵のように動かしながら、 例の一番奥の虫歯を極めてオズオズと撫でさすってみた。気のせいか知らぬが、うろが平勢よりも素敵に大きく深くなって、噴火山の加工のごとく呆然と万居している。そのホラー穴の粗い岩根から普段の悪気がバクバクと舞い上がって、航空の天地を消熱地獄と化しているのである。 彼にはその虫歯の暴君的な堂々たる痛み具合があたかも毒々しいひまわりの花のように想像された。周りに大々色の健乱な花弁をつけて真ん中に真っ黒なトンボの複眼のごときしべを持っているひまわりの快霊な姿はどうもこの凶慢な虫歯の痛みに酷似していた。そうだ。歯の痛みは 音響に近いばかりでなく、それぞれ雑多な色彩を持っている。彼はそんなことを思った。ふと、いつや読んだことのあるボードレールの人工天国、アヘンとハシッシュの一節が彼の念頭に浮かんだ。音響は色彩を発し、色彩は音楽となる。 これは、この詩人がハシイシュを飲んだ時のハリュシネーションの描写であるが、しかし、アヘンやハシイシュの力を借りずとも、彼は幾分かそういう風なハリュシネーションを感じることができた。少なくとも、いちいちの歯が痛み方に相当する音階を持っているとしたなら、その音階が一変して、戦士万行大小様々な花の形に見えることは確かである。 一番根強く執念深く、まるで熟した出来物のようにうずいている奥歯がひまわりの花であるとしたなら、それと反対に狭く鋭くピクリピクリときしんでいる上顎の剣士は、ちょうど血の塊か火の塊が目のくらむような速力で虚空に先天とマイクルめいているような真っ赤な辛辣な痛さである。なるほど。これは真っ赤な痛さだ。 何か非常に赤いものが延々と燃えて渦巻いている痛さだ。彼は直ちに高食器を連想せずにはいられなかった。そうして考えれば考えるほど、ますますその葉と高食器との関係が密接になって、ついには全く口の中にあの鮮明な赤い花がくっきりと咲き誇っているような気持ちがした。 それからまた、顎の隅の方でかすかに傷んでいる一段の旧詩は、一本の茎の先にたくさんの花を持ったオイラン草のクリムソンに似通っていた。チクチクと虫の刺すような、愛らしい、いじらしい痛み方をする前歯の群れは、あたかも花壇の縁を彩る松葉ボタンに適合していた。不思議なことには、それらの歯が、 各自固有の特色によって、激しく痛めば痛むほど、彼の妄想は、一層明瞭な形をとって、完全に彷彿した。かくして彼は、たちまちのうちに、口の中を庭の花壇と同じような、美しい光景に化してしまった。そこには、初秋の午後の光がカンカンと照って、蜂や蝶々が、花から花へ、ひらひらと飛びたわむれている。 気がついてみると、熱は前よりもさらに一段と高まっていた。目の先のものがなんだかしきりにちらちらと動いて、カレイドスコープを覗いているようだ。床の間にかかっている浮世絵の美人画がぐらぐらと揺らめいて、立体派の線のごときビザールな線を表している。座敷の天井がいつの間にやら馬鹿に低くなって、 立てば頭が使えるほど下がってきたらしく、嫌に室内が狭苦しく、蒸し暑く、窮屈である。こんな牢獄のようなところに、いつまで自分はうつうつとして、熱に浮かされていることだろう。どうせ、10日も半月も寝ているのなら、いっそ、広々とした野原の真ん中で、青空を仰ぎながら、涼しい木陰の草の上にでも倒れていたい。 ああ、切ない。息苦しい。嫌になっちまうな。彼は夢中で、こんな上事を言いそうになった。そうして、名乗しがたいやるせなさと、味気なさに襲われて、ほっぺたの赤に汚れた涙を、紙くずのようにボロボロとこぼした。よんどころなく、片手でそっとまつげを拭いて、 また、歯のことを考える。口の中の呪わしい地獄。美しい花壇のことを考える。あーは黒。うーは白。いーは赤。うーは緑。おーは藍色。ぼインよ。どういうわけか。 乱暴のソンネットの一句が、天才に漂う虹のごとく、彼の心に浮かんだ。おそらくそれは、両乱たる花園の光景から連想されて、記憶の世界に蘇ってきたのであろう。もし、あのフランスのシンボリストが想像するように、あ、う、い、う、おの母音に、黒だの、白だの、 赤だのの色があるとすれば、口の中で刻一刻に、ズキン、ズキンと合奏している熾烈の音楽。色彩の音楽は、ことごとくアルファベットに返じ得るかもしれない。A, B, C, D, E, F, G。体の具合も、心の調子も、 もう、本式の病人と違いはなかった。ちょいと枕から頭を持たげると、たちまちめまいを覚えて、薄ら寒い旋律が止めどもなくブルブルと手足を走る。飯を食うにも、商用を足すにも、すべて、熟中に横たわったままである。九月になったのに、なんていう暑さだろう。これじゃ、土曜のうちよりもよっぽどひどいわ。 ことによると、地震でも揺するのじゃないかしら。隣の部屋で、妻が女中にこんな話をしている。本当だ。地震が揺するかもしれない。彼は、地震が大嫌いであった。地震については、随分いろいろの書物を読んで、かなり豊富な知識を持っていた。60年目に大地震があるという説の巨妄なことや、 日本の家屋はやわな西洋館に比べて案外耐震力の強靭なことや、大地震の際には必ず前に異常な地鳴りを伴うことや、少なくとも彼のように年中気に病んでびくついている理由のないことを十分心得ているくせに、彼はやっぱり明け暮れ、それが心配になった。住宅を移転するとき、田舎の旅館に宿を取るとき、 女郎や待合で夜を過ごすとき、彼が真っ先に思い出すのは地震に対する用意であった。怪しげな西洋造りの3階4階の建物などへはなるべく入らないように努めて、入ってもそこそこに飛び出してしまった。浅草あたりの活動写真を見物するのに、彼は大概出口に近い隅の方に立ちすくんで、いざとなったら逃げ出す用意を怠らなかった。 そうして、無事に見物が済んで小屋を出てくると、まあよかった、と胸を撫でて命拾いをしたような気持ちになった。自分が生きているうちに、どうしても一回、大地震があると彼は思った。日本にいて、ことに地震の多い東京に住んでいて、相当に長生きをするつもりなら、嫌でも王でも一度は大地震に再会して、 九死に一生を得なければならない。それが彼には病気よりも何よりも一番危なっかしい、健呑し極な綱渡りであった。なぜというのに、人間が不治の難病にかかることはすこぶる稀であるけれど、大地震は確かに一辺はあるのである。そうしてその一辺の大災厄を守備よく免れ得るかどうかが彼にとっては、 非常な疑問である。もっとも彼は、今から23、4年前、多分、明治26年の7月に、大地震と言ってもいいくらいの素晴らしい奴に出っ食わした覚えがあった。ちょうど彼が小学校の2年の折であったろう。午後の2時時分、学校から帰って台所で氷水を飲んでいると、いきなり大地が凄まじく揺れ始めた。 大地震だと、彼はとっさに心づいたが、どこをどうくぐり抜けたのか、一目散に古街へ駆け出して、大道の四つ角の真ん中につくばっていた。その頃彼の家では、日本橋の柿原町に中街店を出していて、あたかも五馬の立っている最中であった。米屋町の両側に軒を並べた商店の、土間に溢れるほど雑踏していた相場市の群衆は、 誰も彼も金の取引に気を奪われて、日盛りの苦熱を忘れていたが、突然、ぐわらぐわらぐわらと、やなり振動し出すやいなや、うおうさおに慌てふためき、ほとんど路地のように窮屈な、せせこましい往来の、ぎっしり詰まった柳の下を、もみにもんで逃げまどうた。あ、はあ、俺はあの時でさえ、あんなに恐ろしかったのだから。 もしあれよりもさらに大きい地震にあったらどうするのだろう。俺は今では肉がブクブク肥満して心臓が弱くなって、とても子供の自分のように身軽に逃げることはできない。おまけに現在病弱に倒れて体が効かなくなっている際、そんな災難が突発したら、俺の運命はどうなるだろう。